俺が鬼武蔵こと森永吉だ。クラスはバーサーカーだったか確か。つまんねえこと言ったらさくぶったげるから、そのつもりでな。<laughs> おいおい、安心しろよ。俺はマスター殺しなんてひでえことはしねえからよ。ま、よろしく頼むぜ、マスター。 いい気分だぜ帰り血浴びると生きてるって気がするよなふう、一服すっか。 よしふぅ、この鎧動きにくくてだるかったからな。これで身軽になったぜ。ありがとよ、マスター。なんならこの鎧いるかうんあんま変わんねえな。ま そういうこともあるな。地道に行こうぜ、マスター。国を治めるのも同じことだからよ。どうよ、マスター。この愚足。こいつはガチの戦の時しか着ないんだぜ。あ袴の模様 ああ、これ帰り地な、帰り地。拭 <laughs> いても拭いても、戦の旅に着くからめんどくさくてそのまんまなのや。へへ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 へ おもしれえな、おいやっぱ戦はこうじゃねえとな。行くぜ、マスター俺に斬られねえように、気入れてついてこいや血の匂いがすんな。こいつは高得点の予感がするぜ。行くぞ、マスター 橋からぶち殺して、ハイスクはゲットだぜマスターは俺の殿様。全身全霊をかけて使えるのが武士ってもんだろう大。大丈夫大丈夫。俺は帰り中とか大嫌いだからよ。仕組殺しとかほんとサーバントの風上にも置けねえよなマスターは大事だぜ。 殿様やられたらおしまいだからな。あ自分で殿様にはならないのかだとああ、俺って、そういうのどうも苦手なんだよな。大殿や殿下みたいにはいかねえわ。まあ、難しいことはマスターに任せるからよ。俺は好きにやらしてもらうわ。おお、大殿じゃねえか また大殿の下で戦えるとか面白いことになったなあ <laughs> おっと、今は大殿じゃなくて、マスターが俺の殿様だったか。あ,あじゃあ大殿俺の敵じゃん。<laughs> <laughs> 面白いチャーチャー様じゃねえのご無沙汰殿下はどうした殿下はああ、いねえのな。 なんだ、大殿がいて殿下がいたらもっと面白いのにな。俺、大殿と殿下が喧嘩したらどっちが勝つのか気になってたんだよな。なんだよ、大殿その格好水着それで泳ぐのえ歌う舞台で <laughs> なんだ、そりゃ <laughs> 詫びてんじゃねえか。 おいそこのじじいてめえどっかで。いや気のせいか、槍持ってねえもんな。なんか昔おめえに頭ぶっ刺されたような気がしてよ。いや、わりわり、割り代わりに茶でも立てるからよ。あんた武蔵ってのええー、奇遇だな。俺も武蔵ってんだ。武蔵は武蔵でも鬼武蔵だがよ。 自分で言うのもなんだけど、武蔵ってやつ結構多いからこんがらがるよな。弟の乱丸かおう、成りは大殿のお気に入りだったからな。細かいことにも気がつきすぎるぐらい気がつくし、かわいい弟だったぜ。なんやかんやと大殿のそばで死ねたんだから、まあマシな死に方したよな。俺と違ってよ <laughs> 明智ああ、あの陰険金管野郎か。帰り中とかほんとクソだよな。武士の風上にも置けねえって。まあ、茶の湯の腕はまあまあだったけどよ。起きたああ、あの小娘か。おめえの剣なーんか見覚えあるんだよな。いや、こないだの戦の話じゃなくてよ。こう。 真の像がぶっ刺された感じっつうかよ。越後の戦馬鹿か。あの女、ムカつくけど確かに強えのは強えんだ、これが。というか女だったとか俺も知らんかったわ。あ、そうそう。大殿もそうだけどよ。強え女は撃破ポイント高めにしてんだ、俺。好きなものってとやっぱ茶の湯だろ、茶の湯。 やっぱ、わびさびがわかんねえ武士は武士だよな。そうそう。筆を取るのも好きだぜ。割とうめえんだよ、あれ戦場とかでもよく書いてたしよ。なんなら、一筆したためてやろうか。嫌いなことそうな。帰り中だけは許せねえな。主君を裏切るなんてな、武士としては気合が入ってねえ証拠だ。 そういう奴がいたら俺がぶち殺してやるから、すぐ言うんだぜ、マスター。何でも願いが叶う聖杯んー。んで、どんな感じなんだその茶碗。おー、金ピカなのな。うーんー、殿下は好きそうだけど、俺はパスだわ。これよ、わびさびが足りてねえんじゃねえのわびさびがよ。 やっぱ、茶の言ったら、利休孤児だよななんか面白いことやってるみたいじゃねえか。茶会かそれとも値切りかまあ、どっちでも面白いことに変わりはねえよな。行こうぜ、マスターはっははははあん俺に指図するんじゃねえよ。ぶち殺すぞ。あはっ マスターか。じゃあ腕一本ぐらいで勘弁してやる。サーバントってのもまあまあ悪くねえな。カルデアだったかここ。面白え奴に殺してえ奴がわンサかいるしよ。おお、マスター。なんか用かそれより食堂の並びがげえからぶち殺して前開けようかと思ってんだが。 んやめろってうーん。マスターが言うならそうすっか。おいたいたマスターちょくら茶の支度したからよ。これから一服どうだ俺の秘蔵の茶碗見せてやるからよ。行こうぜ行こうぜマスターとも長え付き合いだよな。大殿に殿下と仕えてきたが。 殿様といるのも悪くねえぜ。いや、むしろ今までで一番面白いかもしれねえな。<laughs> 気に入らねえ奴らはいつでも俺が皆殺しにしてやっからよ。今後とも面白おかしくいこうぜ。マスター